皆さんこんにちは。しだれもみじについては2年半前の10月の定例についてお話したことがありますが、去年の4月はこのように芽が吹いて、12月に落葉して、そして今年の4月です。このような状態からこのように仕上げた過程を見ていただきます。はじめに申し上げておきますが、この時期の剪定はあまり切りすぎないようにしましょう。これからどんどん日差しが強くなっていきますので、木は自分の体を守るためにたくさんの葉っぱを出して木陰を作っています。そういう木の事情も考慮しながら、鬱陶しさを軽減し少し風通しよくしたい、そういう目的のための剪定の仕方をご紹介したいと思います。まずは胴吹き芽を書き取ります。手で簡単に書き取れますので、ハサミを使う必要はありません。これだけでも枝の流れがはっきりして風通しが良くなった感じがするはずです。将来的に使えそうな可能性のあるものは残しておきます。樹形を乱している懐枝は取ります。これは少し太いのでハサミを使いましょう。少し登って木の上に顔を出してみます。下が全く見えないほど枝葉が重なり合っていますので、少し整理していきます。同じ方向に向かっている似たような枝の数を減らします。方向の悪い胴吹き枝を取ります。一箇所で三つ股に分かれている部分は二股にします。特にこの枝は左に向かって鈍角に生えていますので取ります。春は風の強い日が多いので、どうしても風の音が入ってしまいます。ごめんなさい。あまり長く伸ばしたくない枝は切り戻します。
どのように切っているのかを説明するのがなかなか難しいのですが、まあ、例えばこれ横から見た感じだとしますと、切り戻して輪郭を小さくしたい場合は、しだれ系の場合は基本的には外枝を残してこのようなところや、もっと小さくしたければこういうところで切ります。ここで切った場合はこのようになりますし、もっと小さくしたくてここで切った場合はこのようになりますね。まあ、あまり強い切り戻しをしすぎるとしだれた感じが失われます。さらにこれを自然っぽく見せるためには、体勢になっている小枝を整理して鋭角な二枝を残します。しだれもみじを手入れしていると時々このような枝やこのように変な方向に曲がって出ている枝に出くわします。こういう枝は将来的にも絶対使い物にはなりませんから、早めに取っておきましょう。それから枝を上から見た感じですけれども、いつも言っていますように落葉樹系はなるべく枝分かれが鋭角に見えるように剪定します。体勢についている小枝を片っぽずつ取る、要するに互生化すると手っ取り早いです。絶対にやってほしくない切り方はここで切る切り方です。鈍角に残った枝分かれは何とも不自然です。二枝にするならこのように取りましょう。この枝分かれの角度が意外と見栄えを左右するんです。まあ、これをどこまでやるかは時間と予算と相談ですけれども、三つ股になっているので二枝に整理します。時折指でパキッと小枝を描いているのは先ほどの話の中で体勢を互生に整理している音です。この枝は左の方へと領域を広げようとしています。隣の枝の領域を侵さないようにこの辺で止めておきます。こんな感じで進めていきます。大体のことが分かれば良いという方はこの辺で退出なさっても結構です。ここから 7,8 分先までは解説のない上級者向けの掛かり稽古です。
迷ったら切らないのがお約束です。上の方はだいぶ透けましたが、下の方の枝がまだ手をつけていないので濃いですね。やっと光が入りました。今のは木の内側に向かっている逆さ枝ですので切りました。これです。
今のも逆さ枝ですね。この辺りに逆さ枝が多いのはどうやら風の影響のようです。普段からこの木の上を風が右から左へ吹いているようです。建物に近い枝はしだれ感が損なわれようとも少し詰めなければなりません。なんか癖のある枝の出方ですよね。常にこの手前から奥に向かって風が通っているので、普通の伸び方ができないのでしょう。外に出ようとした枝が内側に戻されて、その結果逆さ枝となったりしているのだと思います。こういう場合、おかしいからといってそれをすべて取ってしまうと日が入りすぎて幹焼けを起こしたりするので、加減しなければなりません。こういうところが教科書通りにはいかないところですね。難しいですね。悩みます。枝の下を通るときに当たらないかも考慮します。
あともうちょっとです。カメラのバッテリーが切れてしまったので別のカメラに変えます。ここからは GoPro を使います。どちらのカメラの方が見やすいか後でご意見をお寄せください。私としては前者のカシオのエリクシムの方がいいと思っています。先ほどの木の隣にあった2本目の木を剪定します。だいぶ間延びした枝が目立ちます。元から切り取って他の枝に更新できるものか後でまた考えてみましょう。それよりもこの奥にあるこの枝がやばいですね。虫にかじられて樹皮がなくなり半枯れの状態になっているようです。向こう側に回り込んでみます。かろうじて先の方には葉っぱがあるようですが元気に回復するという見込みはなさそうなので抜くことにします。
枝の肌もガサガサになっていますね。だいぶ大きな枝を失いました。残った枝にも生気がありません。この写真はこの木ではありませんが、昔撮った写真です。ちょっと見はわからないのですが、叩いてみるとパカパカと乾いた音がします。その枯れた皮を剥がしてみると、かじられた跡と右上に線香が見えます。このように鉄砲虫は木の内部を食い荒らしていきます。新材だけならまだしも、樹皮近くをかじられてしまうと木は枯れてしまいます。シンクイムシは木の根元の方から侵入することが多いので、早めに発見して対処しましょう。一応油合剤は塗りましたが、もう少し枯れ下っていってしまうかもしれません。左奥の大きな枝がなくなった上でも、やはりこの間延び枝は早めに取った方が良いかと判断しました。間延び枝かつ逆さ枝ですね。こちらも間延び枝ですし、もともとの枝の出方もあまりよろしくないので取ります。1本目の木に比べて思い切ったことができるのは、この木の隣に大きなヤブニッケイがあって、少し日陰に入っているからでもあります。強剪定をする場合はそういった考慮も必要です。部分的に濃い塊のようになっているところを少し整理していきます。今回はこの辺で終わりにします。長らくのお付き合いありがとうございました。